どうも、皆さんでね、次回、なんだっけ、あ、次回って何かあったっけ？ちょっと待って、俺恥ずかしいな、次回トレジャーマップとか言って。あ、わかった。次下手したらドフラミンゴなんじゃない？ドフラミンゴファミリー。でもなー、あれなんだよね。大連戦ってあったじゃないですか。大連戦のやつらって一人残らずとも出てないんですよね。トレジャーマップにはまだ。だから、まあ、大連戦で出てたキャラじゃないくて、なおかつってなったらって、まあ、そこまで考えてくるかって思ったら、考えてくるかもしれないからね。ナイトメアルフィやってる。どうしようかなって言ってもな。なんでナイトメアルフィなんだよ。ナイトメアルフィ、でもな、ナイトメアルフィやるってことは、なんか遅延が必要なんだろうな。ネオン、ネオン、ネオン、サイン、ネオン。来るな。次来るわ。ナイトメアルフィ、絶対限界突破来るでしょ。スキル満にしといた方がいいかな。決戦いろいろやったけど、強靭タイプ、まあ、ちょっと待って。次のね、トレジャーマップ予想したいんだよ。で、次のトレジャーマップってね、何なんだろうって思うわけですよ。みんな。で、まあ、フェスゲン比較しますよ。まあいいや。もうね、資源がね、いろいろいるわけですよ。で、トレジャーマップ次あんの？真夜中何度も何度どもう何度どもう何度どどもう何度どどどもう何度どどどどもう何度どどもう当てる4ここ4ここ4こ4ここ4ここ4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 ここ4ここ4こ4ここ4こ4こ4こ ママバンザンダーケースフォーレンキッチュポーンててれぐるぐんじゃれんぬぬ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 
そのトレクル雑談ってことで、多分ねトレジャークルーズで次あたり来るの俺シャンクスだと思うんすよ。うん、シャンクスだと思うんすよね。でも圧倒的にシャンクスに必要な船員がいないんですよ。それですよね。
だからシャンクスのゆかりのある2人って言ったら、まあルフィとミホークじゃないですか。だからでもそれはおかしいよな、無理やりすぎるもんな。赤髪コピー、赤髪の一味じゃなくて、まあいいや、これでいいや。赤髪って入れてみよう。赤髪って入れたら赤髪海賊団出るかな。おー出るわ。あーでもやっぱね、いないんですよ。ラッキールート、ベン・ベックマンしか出てないし、普通にしっかりとした強さ、ベン・ベックマンしか全然強くないしね。ラッキールーはなんか、ないもん。すごい弱いもん。ラッキールーそろそろ強くしてもいいんだよな。でも強くしないってことはって話だからな。そういうことだよ。夜中何度も何回も。次。コンティせずゲームオーバーになると。何度も何回も。揺れて乱れて紙飛行機、紙飛行機、揺れて乱れて。でもね、俺は次の、絶対次トレジャーマップやるとしたら、次何があるって言ってたっけ？次回の次の夢正式発表は決戦バルトロメオはタイプ指定、格闘斬撃打突のタイプ指定、難易度はアルティメットマスターエキスパートの、嫌がらせじゃん。パラサファロファベイベナーカモンベイベーってサゲナファゲナローストラギナロックカモンカモンベイベナーカモンベイベーってタタンナロフライスタイルゴファンメンツッタトゥトゥテプペ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 まあ、夜中何度も何回も。エイ、マルガリッテイ、アンバーワンマルゲリータ。イエイ、ピザ好き、イエイ、ナンバーワンマルゲリータ。新しいカトメラ。ネオネオネオゼネオネオセナマヨナカ何度も何回も。
チューチューバーチューチューナランガーバパパパパパパパプンダピプンダピドゥドゥバドゥドゥバ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 ドゥドゥドゥバドゥドゥバ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 腑に落ちないまま流行りの車に乗ってる全部。次トラファルガーローかな。でもなババーンベボーンバボーンバビーンベボーンベボーンバビーン。あー次エネルか。なんだろうな。ネオンネオンネオンサイン。あ、コラソンさんかな、もしかして。心っぽいもんな。あ、心いるわ、コラソンは。なんよ、どどどどど。ペレレレレレ、ペレレチクテ。テテテテテ。あ、ドフラミンゴあるわ。その前の大連戦でドフラミンゴ出てないじゃないですか。幹部しか出てないじゃないですか、3人の。まあ、トレーボル、ピーカ、ディアマンテしか出てない。ってことは、心属性の、俺は、あのドフラミンゴが来ると思います。はい。でもな、1人どうすんだろうな。3人しか幹部いないから、1人は、ベルゴか。もう1人は。ネオンネオン、それか無理やり、あ、戦国もありえるな。戦国もありえると思う。難しいわ。ネオンネオンネオンヘイネオンネオン、まあいいな。どうもだ。ドゥッグ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 。なんだと思うみんな。次のトレジャーマップ、まあ皆さんも書いてみてください。なんだろうな、俺は分かんないな。いやー、わかんねえ。エドワード・ウィーブルかな。エドワード・ウィーブル。新七部会でやるんじゃないの。エドワード・ウィーブル。でもな、白いひげつながり、ちょっとつながってるからな、出さないか、さすがに、うん、今までのまあそのまあ物に弾き出したものによると、白ひげ、力、心属性しかいなかったよね。うん。で、地属性、ミホークは、地属性、即属性、技即属性で力ってなったわけじゃん。だから絶対その同じ属性が被ることってありえないわけよ。で、ここまで地属性を使用してくるんだから、やっぱり心属性だよね。絶対に。ボスは。と俺は思うわけよ。うん。心属性だと思うわけ。でも心属性でなんか出ていいようなキャラクターがいないんだよ。心っぽい属性のやつが。一応心属性の人ってなんか、あ、でもわかんねえな。誰でも心属性になりうるわ。だから絞っていくわ。ゾロ心属性になったことありますか？一度だけあります。イベントで。しらみつぶしに。で、ルフィはあります。白星あります。あ、ホーディ・ジョーンズかな？ホーディ・ジョーンズは通常エリアも、だから、
あ、でもな、手下が5人いるからな。5人だよ、手下が。うん。で、俺、ありそうなの、マゼランかなって思ったけど、マゼランの心属性ってありそうじゃない？みんな。マゼラン心属性はありそうだよね。うん。でもね、ぶっちゃけ俺ありそうなの、エネルだと思うんだよな。エネル。ああ、でも違うね。エネルじゃないな。ネオン、ネオン、ネオン、サイン、バギーだ。わかった、バギーだ。はい、多分次のトレジャーマップバギーでしょ。バギーだ。決まった。多分バギーじゃない。バギーの強くなったバージョンみたいな。が出ると思う。バギーのお宝は落とさないけど戦闘バージョンみたいなのが出ると思う。うん。そう俺は期待してる。一味の攻撃力を 2.5 倍にし、体力を 1.3 倍にする。コスト40以下の場合、キャラは、さらに攻撃力を 1.2 倍にし、体力を、まあ、1.3×1.25 は、違うな。3×は、さらに 1.2 倍にするみたいなのだとは、俺は思うけどね。バギーだな。で、俺次のトレジャーマップバギーだと思うわ。まあ、なんでかって単純に手下が入りやすいんですよ。アルビダ、カバジ、でもな、弱いよな。トレジャーマップでバギー出すか。でもね、モッチリッチーでしょ？モッチルッチーのあいつと、あの、曲芸師と、アルビダと、ミスター4だっけ？あいつで、ちょうど4人なんすよ。強いキャラクターが。うん。モージリッチーとかで考えたら。ちょうど4人で全員キキャラ。で、バギーは、心属性が出てないっていうね。でも、バギートレジャーで欲しいかって皆さん思いません？バギートレジャーで欲しい？でも、バギー出ない理由はもう一つで、バギーでもね、理由はね、単純にトレジャーマップの第1回の時、バギーもう出ちゃってるんですよ。頼れるやつらで。うん。バギー却下だな。あー、ウソップとかもありそうだけどな。心ウソップいっぱいいるからな。青生地かな。キャベンディッシュっていうのもありそうだな。キャベツが心属性っていうのもちょっとありそうだけど、シークレットで心属性出ちゃってるから多分ないな。ネオン、ネオン、あ、オンザイル、オンザイル、オンザイル。だからコラソンさんとか意外にありそうだけどね。コラソン。まあ、コラソンは多分射撃パだろうな。でもほぼ耐久射撃パみたいなもんなんだろう。ああ、でも一応、白色自由か。でも射撃だよな、明らかに。まあ、白色自由だよ。あ、全部白色自由だ。じゃあ自由パだな。うん。でもなぁ。その、うん、あー、でもう一つあるの、ジンベ七部会で出てないやついるじゃないですか。七部会で出てないやつが、
ジンベエ出てないっすよね。ジンベエ心か。でもジンベエ心ガチャ券であるからな。出ない気するけどね。うん。だから、まだ心属性が出たことないやつっていうのを出せばいいと思うんだよ。だから、ルッチとか出たことないでしょ。ルッチ、ルッチありそうだよね。うん。でもね、でもルッチ散々強いのいるしな。あんまルッチって使わないよな、心属性で。レイリーさんとかどうかな。レイリーさん心属性出てないね。まあワンチャンありそうだな。あー、レイリーさんあるかもしれない。あ、レイリーあるかもしれない。それかもう全部フェイクで、そのてってるの、なんかまあまあいいや。うん。合言葉は雷雨結構嵐の。難しいな、みんな。誰だろう、トレジャーマップ次来るとしたら誰かね。え、白ひげとミホークが来たわけでしょ。ゴレン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 ゴようこそわわ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 、ようこそ、よく来てくれた、わざわざここまで、よく来てくれた、へいへい、ようこそ、ギター弾くしか脳のないやつさ。紹介するぜ。ロロ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 。あー、ドフラミンゴかな。候補1、ドフラミンゴですね。あ、ドフラミンゴ怪しい。力、速、技、地属性まであるから多分。あー、次ドフラミンゴだな、多分。ミンゴ。ミンゴって大連戦にも出てなければトレジャーマップの1回目の七部海戦でも出てないんですよ。七部海戦で出たのは、ね、心属性のミンゴって見たい、みんな。うん。だから、超進化はミンゴって言われてんのは、まああれガチ情報だからね。うん。だから、結構強そうなキャラだけどな。うん、だったら地属性だと思うんだよな。だからいろいろおかしいんだよな。まず次回が心属性に決まったわけでもないから難しいな。わかんない、結論わかんない。いや、もう24分も動画撮ったの。いや、悩みましたね。でもね、怪しいのがバギーでしょ。バギー、ドフラミンゴが怪しい、やっぱり。うん、この2人が怪しいですけどね。でもね、一番怪しいのはドフラミンゴだと思いますけど、心ドフラミンゴってみんな見たい。白色パ、もしくは、何パだ？野心パか。で、一応トレジャーマップで出てるのが斬撃パ。で、ほぼまあ、打突パか強靭パなんですね。それに一つも一致しないってことから、ドフラミンゴはアウトも。斬撃野心でもいいし、斬撃白色でもいいし、ね。悪式野心でもいいしね。だからドフラミンゴ説高いな。
わわわわわわわ、まあ消去法でミホークは出ないでしょ。ミホークが出なくて白ひげ出ないでしょ。で白ひげ海賊団出ないでしょ。で超進化した戦国はほぼ出ないでしょ。うん。でこれ以外で、で最近出したミホークとあとこいつも出ないでしょ。あの、なんだこいつ、名前忘れた。ホーディ・ジョーンズは出ないでしょ。ほぼね、多分出ないでしょ。で、ネコマムシとこの二人は、二人セットで出ることってないじゃん、多分。うん、二人、だからね。だから、あとエネルも怪しいけどね。でもエネルは心属性もうあるから、あと怪しいのはマゼランかなって思ったけど、マゼランはもう出てるじゃん。マゼランはもう出てるんですよね。もう、ザコじゃなくて普通に、最初の海流のとこで。うん。出てんのはね、あれだ、誰だっけな。アーロンと、シャーハハハ、でしょ？アーロンとシャハハ同じだ。アーロンとクロコダイルとマゼランが出てるんで、この3人は出ないでしょ。で、超進化したやつらも多分出ないでしょ。で、心属性のフェスゲンのやつは出ないでしょ。で、なってったら怪しいのがやっぱいるわけだよね。で、まあ、サボも出ないし、ルフィも出ないしってなったら意外にどんどんね、3次説もあるな。でも3次ね、一応心属性あるからね。まず、麦わら海賊団は出ないと思うけど、俺はね。俺の予想では。だから、どんどん絞っていくと、最終的には、黒ひげか、バギーか、ドフラミンゴ。ドフラミンゴか、なんですよね。ハンコックは心属性いるから、ドフラミンゴ。ミンゴか、この三つだと思うんですよ。で、まあ、バギーもないと思うんだよね。一回もガチャで出てる、頼れるやつらで出てるから。で、こっからまた絞っていくと、あと、レイリーね。ありそうなのはレイリー。レイリーはね、一度も心属性はないんだよね。うん。あ、でも出るとしたら力と技だからな。でも、レイリーは海外で実装されてるから、レイリーも出ないとは思う。うん。レイリーも出ないとは思うよ、多分。で、ジンベイか。あー、ジンベイ怪しいわ。ジンベイって結構、あー、でもジンベイ全然心属性いっぱいいるからね、ダメだね。うん。で、心属性の格闘パンもいるから。ネオンネオンネオンサインネオンネオンサイン。で、野心派だけだね、心が少ないのが。うん。
ドフラミンゴだとはドフラミンゴかな。でもドフラミンゴと黒ひげ残ったこの二人ってどっちも心属性に絶対ならねえ奴らだよね。心なんてあったもんじゃねえみたいな奴らばっかだから多分ないと思うんだよねこの二人は。だから新キャラでビッグマムを、あと片栗とか心属性じゃないな、クラッカーか、トレジャーマップクラッカー出てくるかもしれないな、下手したらね。それもある、もう単純にクラッカーっていうのもあるかもしれない。うん、あと三大将も怪しいけど、三大将はもう大乱戦で出てるからな。大乱戦、大連戦じゃなくて大乱戦か。あ、思い出したわ、大乱戦ね、大連戦じゃなくて大乱戦だった。乱戦、乱世、乱世、乱乱乱乱乱、わっちょけんのぼのすっとまめ、あぜがぜがばれるるっとばれるすっと、ファニー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 チャリニョスティールルビバッチュッティプリブッチャルワラフーワッチュトンワティフーフーウィアッチュパンティンワーオン、あチェッカ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 ワーオン、ブタリナナマチキンタリナナウーワッチュッティフーリドゥ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 フー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 ワッチケットボンドワーオン、アチカチカチカチキダウン、アタウィナミダネテンドフォーリネットドゥルウィドワッチテントウリネストゥルウォーフ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 ー。あ、やばいな、俺見落としてたわ、フェスゲンじゃない。今回のトレジャーマップ多分次決戦キャラから来るわ。うん、わかった俺、決戦だ。決戦キャラからの派生で強いのが出ると思う、絶対に。それ俺わかったわ。うん、ちょ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 で、分岐進化で力で、レアガチャで技で、通常エリアの分岐進化じゃない、分岐進化の前で即で、ち、あ、ありそうだな。シーザーもありそうだ。怪しいね。シーザーって確かにボスも務めてたから、なってもおかしくないよね。もしくはテゾーロ。でもテゾーロ、心属性いるからな。あ、ボー君くんもでも出てるもんな。ああ、あるかもな。シーザーありそうだな。パチクチパチャプチクチパチクパチクパチクチ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 パチクレオタード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 あ、四季か。四季だ。あいつもありそう。
チョポチョポチョポ。まあでも分かんない。結論分かんない。